皆さん、こんにちは。多くの国民から愛されているスポーツ、フィギュアスケート。そんな女子フィギュアスケーターの中で、今最も注目を集めていると言っても過言ではない選手といえば、三原舞依選手ですね。これまで日本のみならず海外でも功績を残し、高く評価されてきました。しかし、順風満帆だったわけではありません。二度の病と戦いながら築き上げてきたのです。今回は三原舞依選手のこれまでの歴史を振り返りながら、海外からの反応や評価について紹介していきたいと思います。では早速、三原舞依選手について紹介しましょう。三原舞依選手の盟友であり、親友でもある世界女王、坂本花織選手が、集中力の鬼、一回ゾーンに入ったら、抜け出すのも時間がかかる、と語る三原舞依選手は、1999年8月22日、兵庫県神戸市で生まれました。両親と9歳上の兄は、それぞれ美容院を経営しており、美容師一家の環境の中育ちました。三原舞依選手が憧れの選手と語るのは、浅田真央さんですね。実は、当時15歳だった浅田真央さんが、グランプリファイナルで優勝し、この時の演技に魅了されたことが、三原舞依選手がスケートを始めたきっかけとなったのです。小学2年生でスケートを始め、現在の世界女王、坂本花織選手も所属するクラブで、共に切磋琢磨してきました。ノービス時代、ジュニア時代には、数々の大会で功績を残していますね。最近では、活躍とともに、多くの人が知ることとなった三原舞依選手が苦しんだ病気。この病気を乗り越えてきたからこそ、さらに輝きを増すことができたのかもしれません。2015年に関節が痛む難病、若年性特発性関節炎と診断を受け、2週間程度の入院と4ヶ月のリハビリを経て復帰しました。2016年に復帰後は四大陸選手権初出場で初優勝するなど、奇跡的な復活を見せ、多くのファンに感動を与えましたね。パーソナルベストの200.85点を叩き出し、日本国内では4人目に200点を超えた選手となりました。この年のフリープログラムがシンデレラだったこともあり、氷上のシンデレラと呼ばれるようになりましたね。しかし、2019年の夏頃から再び体調に異変が現れたのです。食事は取れるのに、筋力や体力が急激に低下していました。当時は原因が分からず、2度目の療養期間となり、2019-2020シーズンの競技会を全て欠場しています。ファンからの応援メッセージに励まされ、約1年に及ぶ療養を続けた三原舞依選手は、2020年夏頃からリンクでの練習を再開。この難病を乗り越えるために、絶対に戻るという強い気持ちで日々リハビリを行ってきたようです。この難病をきっかけに1シーズンを棒に振った三原舞依選手ですが、2020年10月の近畿大会で566日ぶりに競技へ復帰し、これまで以上の輝きを見せ始めます。2022年1月には女子シングルで5年ぶり2度目の優勝を果たし、四大陸女王となりました。三原舞依選手は涙を流して喜んでいましたね。そして、2022年12月、3年ぶりの開催となったフィギュアグランプリファイナルで、三原舞依選手は初出場で初優勝となり、女王に輝きました。日本勢では2018年の紀平梨花さん以来、4人目となる偉業を成し遂げたのです。この大会でショートを2位で終えた三原舞依選手は、翌日のフリープログラムで逆転優勝。この大会の女子フリーは選手たちの不調が目立ち、第一滑走だった韓国のキム・イェリム選手から、最終滑走だった坂本花織選手まで、ジャンプミスが続出していました。今季のグランプリシリーズ2試合の成績上位6人が進出したこの大会で、誰もノーミスで滑り切った選手はいなかったのです。目の前で次々にミスが続き、自らも不安になるような状況の中、最も安定した演技を見せたのが三原舞依選手でした。唯一200点超えを叩き出し、初優勝を手にしたのです。2022年12月にはフィギュアスケートの全日本選手権女子で2位となり、世界選手権の代表選手に選ばれました。このように
復帰後、日々強くなり、華麗な演技で多くのファンを魅了している三原舞依選手ですが、注目を集めているのは日本だけではありません。海外からも高い評価を集めているのです。2022年1月に四大陸選手権で5年ぶり2度目の優勝を果たした際には、ロシアのスポーツ紙スポルトエクスプレスが三原舞依選手に注目しました。同紙は、我々のライバルであるスケーターは崩れ、日本人スケーターが涙と怪我を超えて勝った、ロシアの女子スケーターたちに脅威はあるのかとの見出しで記事を掲載。さらに、日本の三原が偉業、ロシアのライバルたちは五輪のメンバーを急いだと三原舞依選手を称したのでした。さらに、この大会では元アイスダンス選手アッシャー・ヒル氏も、自身がホストを務めるカナダの公共放送 CBC の公式 YouTube 番組内で、舞依三原が GP での4位の呪いをついに解いたと称賛しています。この大会で三原舞依選手は鮮やかな赤い衣装でフリーに登場、ルッツとトーループの3回転連続ジャンプを成功させ、波に乗ると大きなミスなく最後のポーズを決めました。会心の演技に大喜びで表情を小走りし、さらに自分でも信じられないという表情で頭を抱えるようにして歓喜した三原舞依選手の感情があふれたシーンは多くのファンの感動を呼びましたね。この小走りした場面についても、アッシャー・ヒル氏は、我々みんなが感じたかった幸せと心温まる気持ちを増長させたと三原舞依選手に魅了されたことをコメントし、決意とともにクリーンなフリーの演技を披露したと演技を振り返り、コレオシークエンスの入りでは豊かな表情で会場を沸かせたと惜しみない賛辞を送ったのです。トリノ、バンクーバー五輪で活躍したジョニー・ウィアーさんは、復帰前の三原舞依選手の姿に、彼女は氷に向かう通路の近くに立ってみんなを応援していた、他のスケーターの演技を見てできる限り多くを吸収する選手ですと称えています。三原舞依選手の振り付けを担当したカナダ人の振付師デビッド・ウィルソンさんは、2週間トロントのクラブに滞在していた時の三原舞依選手との思い出について、子供たち皆彼女に恋をしてしまった、彼女は15歳と同じくらいの女の子だと彼女の情熱について触れています。さらに、過去の選手やライバルたちと比較しても、彼女は持っている今までと違う形で成熟度として現れていると称賛し、彼女は健康面で苦労し、他の選手よりも大変な思いをした、だけど彼女は困難に耐え続け戻ってきた、本当に感動的ですと語っています。もちろん、母国日本でも多くの人が三原舞依選手に魅了されていますね。三原舞依選手は柔らかい手の動きなどが強みで、豊かな表現力と滑りのしなやかな美しいスケーティング、そして安定感のある演技が持ち味とし、見る人の心をわしづかみにするような演技を披露してくれます。そんな三原舞依選手は天使のようだと称されることも多いですね。2023年1月11日に行われたフィス冬季ワールドユニバーシティゲームズでも逆転優勝を収め、2大会連続優勝する偉業を成し遂げています。2023年も好調な滑り出しとなった三原舞依選手は、間もなく開催される世界選手権でも素晴らしい演技を披露してくれそうですね。これまで幾多の困難を乗り越え、ようやく光が見え始めた三原舞依選手、これからさらに多くのファンの心をつかみ、三原舞依選手の魅力あふれるスケートを見せてくれるのではないでしょうか。シンデレラストーリーはまだ始まったばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。